堀田正厚は、大江方と藩、後に、下津佐野藩の藩主。江戸幕府の若年寄り、堀田家正隆。文家六代。道の区仙台藩主、伊達隆村の八王。宝暦五年七月二十日に、道の区仙台藩主、伊達隆村の八王として、仙台に生まれる。陽明は、藤八郎。母は、側室、生前院。安永四年。 中村姓を与えられ中村村湯を名乗る。部屋住みの頃から爆心になることを夢見ていたと言われ、旗本としての出資も望んでいたとされる。天明六年三月二十六日に、堀田正富の婿養子となり、翌七年の正富の隠居により、片田藩一万国の藩主となる。なお、堀田家に養子入り以前から子供がおり、次男で道の食一の赤藩主となった。 田村総建は、ほったけ養子入り2年前の天命4年に生まれているが、城之助と養名をつけられた。総建は、父が、ほったけへ行った後も、母と共に、仙台藩士も屋敷に残されたことが記録されている。完成元年4月8日に大藩党に就任し、幕府へ出資。翌2年6月10日に、当時の老中、松平定信の引き立てで若年寄りになり、42年もの、 長期間在任することになった。以降は、佐信の,の完成の改革を助けたが、後に佐信とその子、佐田長が、道のく白川藩から、堀田宗家が治める下草桜藩への天保を、拡作した際には、桜藩主、堀田正愛を助けて、佐信不死と争い、その企てを阻止した。完成8年に、老いの仙台藩主、 伊達人氏村が後継者を正式に決めずに死去したときに、実刑、伊達じ村の性質、関心院や大いの三河狩りや藩主、土井俊明とともに、その処理に関与し、後を継いだ大井伊達天あまの貢献役となる。ただし、仙台藩の反省に、ことさら関与したわけでなく、あくまで幕府や仙台藩双方の仙台藩の知性、不安解消が目的であり、 文化4年の江戸潤拳の際には定信に、周鷹氏の貢献を託している。とはいえ彼自身も仙台藩への援助と相談時は、惜しまず、家臣を通して、江戸商人、石橋弥平に、仙台藩へ資金を融資させたり、文化7年に、仙台藩藩公用剣道の、学徒大月平泉が江戸へ上り学生改革を、林10歳に相談した際、 10歳と共に賛成し平泉の運動を後押し、したり、文政11年に仙台藩を相続した伊達成国の貢献も務めた。他に、桜藩主、堀田忠愛が病気で政務が取れなくなると、その貢献役も務めた。完成11年に、完成重州諸家府編纂の総裁を務めている。 ただし同書には万国以上の、いわゆる大名のことしか記されておらず、これに不満を持った正厚は、指摘事業として、幕府創業期から50年ほどの間の万国以下の、いわゆる、旗本らの自責を集めた書である、勘定録の編纂を始めた。勘定録は、高齢となった正厚の手を離れ、林十歳や、旗本、戸田市坂へらの編纂者により、昇平坂学文書にて、 幕府の事業として続けられ、マサーツの死後3年経った天保6年に完成した。自身が和漢、本蔵の学識に富み、乱学者を保護するなど学者を工遇した。自らも、潮類図鑑、金譜と解説書、漢文金譜を編纂するとともに、漢文重譜、漢文スケプも執筆している。金譜、漢文金譜はじめ、マサーツ旧蔵資料には、 掘った文庫の蔵書印が押されており、明治初期に漢文金庫が東京国博に収蔵されているなど、一部の資料は外部へ流出している。文化3年に3000国加工され、片田半1万3000国となる。翌文化4年に蝦夷地へのロシア人侵入を視察するため、正木藩へ出立、6月から寄付する10月まで4ヶ月の旅を松前のりゆとして記録。 内容は、鳥類図鑑に関する生物の記録だけでなく、漂流民を連れて、江戸地へ赴き現地調査を試みたことが書かれている。また、平泉の同族、大月玄卓を通して、外国事情を聞き取り、玄卓の翻訳活動を支援し、寛解異文、公正新編の作成に関わっている。文政9年、下津阿蘇郡上野村への陣屋外えを命ぜられる。なお、 滋賀軍、堀田領は引き続き支配するが、土豪、片田豪氏が実質管轄家となる。文政十二年、三千国下放され、佐野藩一万六千国となる。天保三年一月二十九日、地市、伊豆の野聖が家督を継いだ。同年六月七日死去。去年七十八、豊島軍下渋谷村の臨済州随戦山将軍自達中高林院に葬られる。 マサーツは、幕府の若年寄りとして、サダノブの主導する完成の改革を推進し、その一環として、和歌を中心とした文教振興策を行っている。マサーツはサダノブをはじめ、八代ロ方や北村俊文、花輪保一など、高学大名や学者、文とら文化愛好集団のつながりから古典を収集し、同時代の学地を反映させた写本を編纂している。 マサーツの収集資料には、堀田文庫の蔵書院が応印されており、金婦、漢文金婦や七十一番職人歌合わせなどがあり、完成重修書家父の発案も行っている。さらに井上忠隆ともつながりがあり、しばしば測量事業の後押しや、苦情処理などを担当しているほか、彼と交流が深い高橋義時、影安不死とも親交があった。佐田信とは、 桜藩をめぐるいざこざはあったが、彼が優れた文化人だったこともあり、老中辞任後も彼の屋敷へ出入りしつつ、交友関係を継続した。佐信が隠居してから書いた、花月日記に序文を送り、彼が気づいた、庭園、浴音園を頻繁に訪れ、佐信の後を、花月に対して、水月と交し、互いに和歌に励みながら、それぞれの著作に序文を送るなど、正サは、 林十歳と並び、さ信のの信頼が厚い友人であり続けた。一方、さ信のの家臣水野遺長が記録した、吉野冊子にマサツの性格と評判が書かれ、他人に気配りができる、優れた文化人として、周囲の評判が良い反面、養子入りに際し、城之助を屋敷へ残した一件や報道で、座敷をし込めにあった話も書かれている。堀田文庫の代表的資料である、 金符、漢文金プは、鳥類分類図鑑で、鳥類の生物学的記載のみならず、関係する和歌や漢詩などの交渉も記載した、総合学術辞典としての性格を有する。掘った金プには、同時期に編纂された解説書の解説に対応する鳥類の図が収録されており、漢文金プから抜粋された解説が付けられていることから、漢文金プの図不部であるとも考えられている。 漢文金婦は、完成6年に序文が伏せられていることから一旦、完成を見たものの、その後も工程作業は続き、現在に伝わる姿になったのは、天保2年のことと考えられている。本書では、日本で見られる鳥類を以下のように分類し、各種について小説している。上記のほか、違法金庫取りの書を設けて、国外の種を紹介した。マサーツは、 あくまで外観や観察から得られる特徴を収録するとともに人間との関わりを重視しており、和名や生息地、外観などの基礎的情報に加え、既存文献での記述状況や、その分析、和名を読んだ和歌の引用、食用、薬効などにもついても記されている。西洋で主流であった、体の部位の分析や分類、解剖学的見地に立つ。 蝶類学とは一線を画するものであるが、しかし近現代にも通じる種の分類と解説がされるとともに、生態的特徴も詳しく記されており、各種の和名の由来や日本人の生活との関わりを知る資料としての意味を併せ持つ特徴がある。また、マサーツは当時幕府の支配が及んでいなかったエゾ地にも足を運ぶとともに、 ラ学者などにも通じており、例えば、ロシアからオランダ経由で、日本に伝わったと考えられているエトピリカの図や、生態を収録したり、当時から単調の生息域が、北海道内などに限られつつあったことを示唆する記述を残している。現在の研究成果や分類と比べれば細かな、相違や過不足こそあるものの、400以上の種の外観図や、 生態的な記述が網羅されており、中には現在では都市開発による人為的破壊などによる生息地の変化や絶滅などによって知ることのできない種も収録されていることから、当時の鳥類の生態などを知る上で重要な資料になっているとともに、西洋でも研究が始まって間もない18世紀にこれだけの研究成果を残している、江戸時代の学問水準の高さを今に伝えている。 一方で、堀田文庫の写本には、工程作業が未完成のままのものも存在し、マサーツの晩年には、国事多難と自身の老境による著述作業へ十分洗練できない状況であることが、十回されており、堀田文庫の写本群は、金星学芸文化の水準の高さと同時にその限界をも示している。なお、マサーツが携わった、漢文重譜。 漢文スケプの詳しい成立時期は不明である。マサーツの在任中、井上忠敬が測量隊を率いて、日本中を歩き回り、第二本宴会予知禅図を作り上げたことは有名だが、その仕事を後押ししたのはマサーツだった。きっかけは、サ信の祖父、第八大将軍、徳川吉宗が、暦の海底に取り掛かったことで、 貞信が祖父の果たせなかった事業を成功させるべく継続したが、彼が老中取座を辞任した後は正サが、公認の老中取座松平信明と引き継ぎ、完成七年に、相田重富、高橋義時の二人を召し出し天文法へ採用、改歴事業に当たらせた。完成九年十月に二人の努力で改歴は果たされ、翌十年に完成歴が施行されたが、後に、 ズレが判明したため、改歴事業が復活することになる。一方、重富と義時の江戸出布と前後して、井の忠だたかも、江戸へ移り住み、義時に頼み込んで弟子になったが、この一件は、マサーツと関係が深い桑原隆朝の介入があったと推測されている。桑原は、仙台範囲で、仙台藩出身のマサーツと繋がりがあり、 ただたかの三人目の妻の部の父親でもあるため、ただたかにマサーツとヨシトキが進めている、改歴事業を話し、マサーツに口添えした上で、ヨシトキにただたかを推薦したのではないかとされている。ただたかは、ヨシトキのもとで、天文学を、勉強、やがて完成12年から測量隊を率いて、日本の測量と地図作成が始まっていくが、 第一回目の測量からクワハラが忠孝に向けて、幕府へ次の測量申請を進めている。クワハラは、ある人物の意向で手続きを伝えているが、この人物は、マサーツとされ、幕府はまだ援助できないが、地図がよくできていることと測量継続を内密に、忠孝へ伝えるため、クワラを介して、連絡を取っていったのではないかと推測されている。事実、マサツと、 クワハラはこの後、忠だ高へ指示を送り続け、忠だも二人と連絡を取り合っている。マサーツの地図作成事業の関わりは、第二回目の測量計画の修正を忠だ高へ指示、文化元年に東日本部分が作られた地図を拝見、忠だを消費新組へ編入させて爆新に投用したことなどが挙げられる。また、国防問題に関心があり、 引退後も幕府に影響力がある佐田信との話し合いがあったとされ、地図作成が幕府の公式事業に格上げされるなど佐田信の関与が推定される場面もあり、文化3年に第5回測量で隊員たちが忠敬の不在中に揉め事を起こしたことが報告された際、忠敬に注意したが穏便な処置で済ませている。こうした出来事を経て、測量は完遂され、 ただ高しごの文政4年に義時の息子影康が、完成した第二本宴会予知全図を提出、展示された後に、紅葉山文庫に保管された。なお、地図の保管は11月だったが、先立って7月に一部の地図が正サに預けられ、家臣を通して、紅葉山文庫に保管されたことが記録されている。影康とは、漢文金婦編纂の際に、 情報提供してもらうだけでなく、外交に関する情報に従事させたと推定されている。マサーツの命令で彼は、オランダ商家に、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトと情報交換しあったとも言われ、それを示す証拠は見つかっていないが、シーボルト事件で告示したにもかかわらず、官文金庫に載っているエトピリカの項目に、彼の名前が残されていること、その記述から、 外国の本の翻訳作業に取り組んでいたことが書かれていたこと、文政9年に江戸へ散布したシーボルトへ、マサーツがペンギンについて白製を見たことがある。栗本タンスを通して質問したことから、影安とシーボルトの関係にマサーツが深く関わっていたことが推察される。不遇だった。最上徳内が江戸地探検を再開できたのもマサーツが関与したと言われ、 彼にとって蘭学は図鑑編纂という趣味だけでなく、大月玄卓を通した外国本翻訳と情勢把握、エゾ地探検など国防と外交にも必要な知識だった。ABC 鈴木 P742 渡辺 P213ABCDEFG 国史大辞典 P765 渡辺 P215 仙台市 P40 高沢 P144 高沢 P251 仙台市 P40P41P43P44P87P88 高沢 P216 仙台市 P43P44P59P60P382ABCD 鈴木 P743 高沢 P110 鈴木、P－ 一 P 四。鈴木、P 七百二十一、P 七百二十二。渡辺、P 二百十四、P 二百十七。鈴木、P 七百二十。高沢、P 二百三十八、P 二百六十八、P 二百六十九。AB 鈴木、P 七百四十二、P 七百四十三。渡辺、P 四十六、P 四十八。渡辺、P 五十三、P 五十五。 P81P203P207P217P218 渡辺 P94P95P207P208P218P219P228 渡辺 P94P95P117P118P122P123P209P213 P272P273、鈴木 P3P178P180P225P226P722P746P747 同時期に編纂された水金符の中にも掘った金符と同様の図がいくつか収録されており、相互に参照されていたと考えられている。なお上記参考文献でも、 ほった金庫に現存しない一部の図画をここから引用している。ありがとうございます。